こんにちは。まあ常識論ね追加でいきましょうか麻雀をやっていた時にねあの子よく麻雀の中でも常識っていうものがあったりとかなかったりするわけなんですけども多くはですね効率率でですすとか確率ってもののによよ。っててその常識が支配されてるんですよ例えばねこういうふうな手配があった時に何を切りますかみたいないわゆる何切る問題っていうのがあるんですけどもその何切る問題で大体ね4割ぐらいの人が同じ回答をマジョリティとしてするんですよ それでそうだよねそうだよねって感じで共感するんですけども私が選んだものは少数派なんですよいつもねでやっぱ独特ですよねみたいな感じでそれは思いつかないですよなんでこういう風にするんですかとか確率悪くないですかっていう話になるんですようん。でも私いつも思ってるのが麻雀における常識が確率だとするとねじゃあ多くの人がマジョリティで選んだ結果っていうのは麻雀やると多くの人は負けるわけですから負けの選択をしてるってことになるんじゃないかなと思うんですよ 単純に考えて4人参加して1人しか勝たないってことは3人はまともな選択をしてるんですよね。おおよそ確率とか効率っいうものに頼って選択するんですよ。だから負けると思ってるんですよ。でも私の場合は確率は少ないけども勝つ選択をしてると思ってるしそれを繰り返して勝ってきたからその選択は変わらないんですよね。でも多くの方は確率を重んじて 過去の成績が悪くてもまた確率に対しての選択をするんで結果が同じようになっていくとでもそもそも確率って何十万回もやったら初めて均等になっていくよねっていうぐらいのものなんですよじゃあ生涯に何十万回もマージャンやらないのにものすごい偏りの中でマージャン始めてでマージャン終わるわけですよじゃあその偏りに合わせていった方がいいかなっていう中で私の場合は迷った時は強気に出る迷った時は自分の都合のように考えるっていうふうにするとうまくいってたんで それを繰り返してるだけなんですよね。だから客観的に見ると確率が低い方を選んでるように見えますけども確率は低いんだけども私は低い確率をいつも引いてるなっていう感覚があったんで難しいことを考えずに、うん、まあ選択はねコンスタントにできたわけなんですよね。じっくり考えれば考えるほど選択になるんです。選択は確率になるんですよね。常識的になるんですよ。で常識的にマージャンやると常識的に4分の3の人が負けるわけですから常識的な結果が出るっていうことになるわけですよね。だから非常識な 決断っていうのは多くの人が確率の高い方を高い方を選ぶのに唯一確率の低い方を低い方を選んでるっていう、ね、<laughs> この私に答えがあったのかなと、うん、で麻雀をやってる人間がなんだかよくわかんないネットビジネスみたいなところに転身するっていうのも常識的には考えられないそれまでの常識は麻雀店で勤務したら終わりね麻雀の次の転職先は麻雀だって会社の面接で前職は何ですかって店勤務ですね で年間勤務ししていました、うん。ちょっと難しいでしょうねそうなるとね <laughs>、うん、だから常識論のパート2として言えるのはですねあの常識っていうのは結局多くの人がそう考えるだろうなっていうふうん、なんかコモンセンスでしかないんですよね感覚の共有だから真実とはかけ離れてることが多いよっていう、まあ、幻想の物語なのかなと思いますね でも常識的な言動や行動をすれば一定の信頼をつくっていうところも私は軽んじてませんからそれもきっちり使わしてもらいますということでございます常識な活動するからこそ常識人だからこそ非常識が許されるってこともあるんですけども普段非常識なことやって嫌われるとね <laughs> 常識的な行動をやっても何を今更になっちゃうし相変わらずあいつは非常識だよなって思われる結局良くないことばかり起きるってことなのかなと思いますけどねどうでしょうかねいっらっしゃい